こんにちは。サンマの大戦を打ってます。少し八段に近づいてきて、あと4、それでもあと4回連続トップと、そのくらいだと思います。いいね。いいよいいよ。まあ一番雷の中では面白くない1位統一の、ただ、ハイパイ統一が4つっていうだけ。これは、普通に進めても上がれそうもないんで、何内手。何1000点。何ドラ1、2000点。そこまでありですね。右はピンズの染め手か。ピンズの染め手っぽいんで。もしかしたらチートイツに行ったり。プレイヤーあっという間にイシャンテン。おっと合わせて動き出した。なんとピンズが切りづらいので。ああ先に9ピン振りってるんですよね。神茶ここでポン。危ないですね。もう3まで人泣きで7巡目だったらもう張ってとおかしくない。リーチ。リーチなんドラ1。うまいこと手が育ちましたが、積もされた。初ドラ1。ウハネはする。4、2、4。積もの2で32歩。ちょっと待って。トン一曲一本場ドラは三蔵プレイヤーは南茶です。現在のトップは神茶です。まあいいや。勝負の行方はまだわかりませんよ。三馬だと点数があれ少しわからなくなる傾向があります。終わったことは一回置いといて。ドラは三蔵。ドラは三蔵で。ここはスルー。少し想図の、染めても見てますけど、虎が三蔵なんで、まあ一直線ではないなと。右は8、7、8、8、9から8ポン。クイタンかな？留意層。サンマならあるな。初泣かれてますけど。いや、まあ、クイタンか。親なんで、レンちゃんのクイタンドラさんですね。ごめんなさい。クイタンドラさんです。ドラポンです。難しい。左からリーチかかってるつもりで打ってるんで。まあ、9万か。まだ17切れてるソーズの方が。タイヤをドラ3トイトイまでついてる。でかい。6000オールは9000オールの1本場9500オール。サンマの点数計算するときにいつも4万に1回換算して6000オール。おやっぱね、6000オールは1万8000点なんで、2で割って9000オールプラス本場、こういう思考になってるんで、6000オールは9000オールと、少しややこしい言い方をしちゃうのは、4までは6000オール、合計1万8000点なんで、3まであれば、9000オールと。一応、イースピン、イーソーのくっつきシャンテン。まずはこの遠い曲、うわ、ノリノリ。神茶ここで缶乗りました。リーチ追っかけ。リーチドラさんになってくれたんでリーチ4。裏は乗れば、サンマは乗りますよ。乗らない。黄色いピカピカがないと、ああ乗らないんだなと、裏ドラ見る前にもう分かっちゃいますね。これはこっちも窮屈だ。窮屈なペン3ピンですけど、上がれてよかった。トン2曲ドラは9層プレイヤーは親です。親でドラ9層。プレイヤー全曲は大きい上がりを決めています。
まあ、ピンフですね。横に広べったく、平べったくするか、自敗重ねて、連チャン狙いの自敗ドラ。のどっちかかな。サンマは意外とチーピンズバッと引いたりするんで、9万アンコったり。貝の数が少ないので、4万ほど絶望感はないです。プレイヤー波がキャーいい位置、ここでカン、シンドラはパーピー、イーペイコードラさん、おっと合わせて動き出した。ここはもうローン食らってもいいんで、自分の親勝負どこなんで、シモチャ一歩も譲らない。サンマだとこれで想像の染め手っていうのが普通にあるんで怖い。チートイツ白も危ないが親なので攻めたい。白か、いや、ちょっと切れないな。手が出なかった。ただ、切ってもいいと思います。親なんで。チートイツに逃げよう。ちょっと吐く。手が出なかったのと。いやいやいや、あんこはいらねえ。ここはチート一本で。少しでも。カスナリの押し来た。これでちょうど白待ちだったら相手の待ちを抑えて自分が上がりきると。リーチチートイツドラ4倍満、リーチチートイツドラ47本ですね。ただこれ裏ドラ乗っちゃうんで倍満でしょう。ただ当然他の人も出しづらい、または白待ちでロン待ちだと思うんで、他の人から出るっていうよりはツモですね。あれ当たり牌じゃない。これは思わぬ失点。うまく打たれてしまいましたね。これは痛い。こっちの大物手が潰されたわけなんで、振り込んじゃいないけど痛い。これはチートイツくらいしか見えないですね。この曲を制することができるのでしょうか。ハイパイが良くない。チートイツになればもう御の字。それ以外で何この役育ちますかと言われたら何も育ちそうもないんで、ションパイの自敗はチートイだと重なりづらいんで、こういう風にポン待ちで持たれてんで、一枚切れの方がまだチートイだったらいいなと。4枚以上にサンマは自敗のポンが多いもんで、あとはどこかすなるかですね。つも切りが続きます。さあこの範囲にハートコアスルー。まあ一応なんか偶然ぐんぐん伸びてチャンタみたいな、それはそれで悪くないんで、次にトーンアンコなんてなると一気にちゃんたが濃厚になりますが、ドラがチューンなんで、レンツテだとチューン掴む可能性がある。まあ一応ちゃんたの方に進んではいますけど乗り気じゃないです。チューン掴んだ時点でメンツテは完全に捨ててチート一本にします。チートイならば、チャンタならば、こいつが残り1。各者相手の出方を伺っているのか。チューンが出ていないのが恐ろしいです。初のションパイ。あっと、ここで親リー。親のリーチは警戒が必要です。まあ、ここは無理に攻める必要。やめて。あっと、シモチャ。初は左のロンパイですね。連チャンになります。場合によっちゃ初振り込んだ方が安かったかも。ただこれは初切れないですね。ドラがチューンで白ポンされて、もしかしたら小三元ぐらい、第三元小三元ありえるんで、初でロンされた時には結構3万2000まで、まあ、なくはないです。3万ならばまだまだトップも狙える。いや悪い、今は我慢の時期だ。
想像の保険でもかけながら、まあ国士を狙ってドラのイーマン重なったら自敗何か重なるんで、自敗ドラ3みたいな。つもぎりが続きます。ピンズ全員面です。みんなピンズいらない。想像をみんなが集めている。プレイヤーこれで一歩前進。この場は想像が危険です。ということで、ドラのイーマン切っちゃいました。ソーズをうまく切らないで、転廃してソーズ待ちにしたい。あ、あれ？え？国士？ソーズじゃなくて国士？いやいや、国士狙う。いやでもピンズはいらなそうですね。全部ピンズつもぎりしてるんで。かといって、ソーズでもないのか。三蔵つもぎり。左はまあ、ソーズの鎮逸と。ソーズの染め手と呼んで、ピンズで論されたらもうしょうがないですね。チートイのピンズ短期みたいなことされたらもうしょうがない。うわ、もったいねえ。やりはそろそろソーズが手の中から溢れてくる。右わかんないですね。国士。ああ、ソーズの鎮逸りし、これはまずい。積もられてもまずい。ここは一歩後退。流局狙いです。ドラを持ってきてしまった。さあ、この牌はどうする。ここも我慢。しのいだか。流走老僧のつもり3個。リーチ、トン、本一。8000。リーズもトン、本一さん。バイマン。ナンバーは、一人負け。勝負はここから。さあ、ここからどう打ち回していくのでしょうか。どっちか、でもどっちにも寄らなそうなピンズとソーズの枚数です。一応、ドラスーピンですけど、ソーズの方に寄せて。これで自然な形で、ソーズで4面ツ1ジャンと見えてるんで、まあ、ドラのスーピン引かなきゃ、ソーズに寄せてもいいなと。リャンゾー、スーチーソー、急走迫。一体どんなドラマが待ち受けているのか。E ピンとか引くと面白くないけど、まあメンツとして使えます。そうか、難しいなぁ。ちゃんたもあるんだよな。E ピン引くとちゃんたもあるんで。あとこのままで。さあ、この牌はどこ？まあ E ピン引いたらローソー切ってちゃんたイーシャンテンに構えます。雲行きが怪しくなっています。ソーズ引いてくれるともう話早いです。わかりやすくていい。神茶プレイヤー、ここは仕掛け、ここでも仕掛けない。2枚目の白はもう致し方なしかなと。ここはドラを持ってきた。いや、ややこしいな。まあ、E ピンが残り2枚と。どうしよう。プレイヤーロン。あっと、ここで大きなロンの声。あ、染まってんのか。本日順ドラドラ万年。まずい、おやまん振り込み。染まってるか。まあ、3マならな。6巡目に E ピン。うん、まあ、染まっててもおかしくないですね。私は1巡目リーチで、あ、ごめんなさい。1巡目の捨て牌、最初に切った牌で本位作らったことあるんで、それに比べれば、しかも、12枚ピンズっていう本位でした。ちなみに、ケンシロウのフォアチャーでした、上がったのは。この9万でローンと。ピンズが全部染まってて、トン短期待ちで振り込んだんで、それを考えればもう何でもありますね。6巡目にピンズが出てるなんて、ぬるすぎますね。これは、ちょっと、打点も欲しいので、虎の三蔵を2枚、最低1枚引いて、要求、リーチ。
リーピン、ドラ、ドラ。これはリーチ、今 CPU がちょうどいるんで出ちゃいますね。まあ一発は偶然ですけど、リーピン一発。ドラドラ。8000。ここの親で。こっからの逆転は何度もあるんで。親で、少し大きな手2連発と。または9000オール、12000オール。全局は早い上がりを見せてくれました。それでは対局の模様に注目してみましょう。こうだ。ここは一歩交代。交代ではない。くっ、やってしまった。一番中途半端な打ち方してしまった。ただ少し楽観的ですけど、ローキューピンぐらい引くんで、あとは自敗重なったらまあ自然な形で相図にいけるし、プレイヤー手が進んだ。ここはドラをよしいよ。イーシャンテン、老朽層、数層吐く。今ならリーチかければ左から出ます。トップ直取り。何故と。ここで仕掛けた。この前に反応。プレイヤー、ドラさん。これでマークされてしまうかもしれませんね。老朽層は22か。今考えました。ちょっと待って、何がいいんだ。老朽パーソーロン、サブロー級パーソーか。ごめんなさい、少し分かんなかった。今ちょっと、ソーズの街で、んと、わかんなかったんで、迷いました。これはまあ、自然とソーズに寄せて、また CPU なんで、2ピン統一だけ使います。3ピンもまあ、悪くない。チートイツ、イーシャンテン。吐く泣いて吐く本一、ちょっと弱いですね。鎮一、イーシャンテン。スーチーソー三蔵。ピンフ、ピンフイーペイコー、倍満です。24000。ここはスルー。スーチーソー。ピンフイーペイコー24000なんで。ここはリーチかけないでダマ。ダマであれば右からもポロリあります。おー、ラッキー。ラッキー。圧勝じゃないでしょ。 CPU に突っ込むのもまあ一つの私の遊びというか芸になってますけど、圧勝でしたね。ちょっと CPU 状況をちゃんと読んで、セリフの選択間違ってますね。うまいこと親の時に、まあ正直左が CPU で抜けたので、まあつもぎりマシンになってしまった都合上読んできたという感じの一曲ではありますが、まあ私が逆の立場もまあなくはないんで、まずまずありでしょう。残り130。トップ3回取ると、トップ3回取ると8段。ラスは1回も引いちゃダメ。まあ、ハードルは高いです。ただ、楽しいので打っていきたいと思います。今回は、少し運に助けられただけですが、まあただ手は作れて、きちんと、ちゃんと CPU になる前から、一応上がりは何回かやってたんで、まずまずです。まずまずでした。今回も見てくれてありがとうございます。4マ3マ、8段目指して、まずは、8段目指して打っていきたいと思います。どうも、ありがとうございました。